もう速化軸の久保でございます今 FX の今日の時点8月31日の朝8時のチャートを見ていただいておりますこのドル円のチャート1時間に対してどのように利益を取ってきたのかというそのメカニズムをねテクニカル的にお話していこうと思います、えー、この動画一般公開動画になってますので FX に興味のある方はどのようにしてね FX のプロトレーダーが稼ぎを繰り返しているのかっていうその糸口をつかんでいただければと思います えまずですね、このチャートを見た時に何もわからないままでは何も見て取れないんですよね人がどこで利益を取ってるのかっていうポイントは、まあ、主に2つありますじゃあ1つ目を紹介しますねえっ、ー、とねボックスって言いましてだいたい同じような値動きを横ばいで繰り返しているところが2か所見つかりますこんな感じで箱を描きますねえこれがボックスまさに箱レンジとも言いますレンジってのは幅って意味なんですけどね これが1つ目のの稼ぎの場所です。これについてはまた後ほど詳しく説明します2つ目の稼ぎの場所はどこでしょうそれはですねトレンドと言われている一方的に物事が進む方向ですよねこのトレンドがいつ始まるかその見分け方ってのはブレイクと言いましてこのボックスと言われている箱がありますよねこの箱の上限と下限を いずれかを突き抜けた時です。上限というのは上のこのお上底ですね。底ですよね。でもう一つが下のお線、下の箱の過程と言います。上底過程という言い方をねしますけども、えー、漢字で書いたら上底。これですね。上の底。過程っていうのはこういうふうに書きます。 以降私の相場解説は上程下程というふうに説明しますねで上程を抜けた場合はそこからトレンドが始まってブレイクする壊れるという意味なんですけどブレイクすると言いますそして次の落ち着く場所までは一方的に進むんでここで利益が取っていけますよということなんですよねエントリーというのはどこでお金を入れるかそして利確っていうのはどこでお金を引き上げるかってことになりますので まあ理想的にはこういう風うに線を引いた範囲が利益を取る場所っていう風うになります。これが一つ目の利益を取るポイント、トレンドに乗るっていうことですよね。で、二つ目が、なんとね、このボックスの中でも利益を取ることができるんですよ。というのが、ボックスの範囲、今は完全に完了した形だったんで分かりやすいですけども、これがね、チャートを形成中に見分けることができれば、こういうことができます。上底の 上のあたりに来た時にはセルつまり売りを入れて家庭のこのあたりに来た時は買いを入れることに対して買いを入れればその分だけ値動きが始まりますから利益が取れていく上底からこの範囲でセルを入れた場合売りを入れた場合はこの範囲で売りが伸びていきますからやっぱり利益が取れるってことになりましてここが利益ポイントになってくるわけです、まあ、主にね往復ビンタって言ってて このレンジをうまく使うと、値上がりしても値下がりしてもずっと利益が取れるっていうことになるんですよ。まあ、これを細かく解説するのが FX オリガルヒで、えー、実践に即してね、これからレンジが始まります、始ますので、レンジが始まるから、上層に入ったらセールを入れましょう、家庭に入ったら倍を入れましょうというふうにお話してます。えー、そして、ある一定のレンジのレベルを抜けたら、ブレイクが始まりますよっていうふうな予告もするんですよね。そうすると、時間の合う方は、 ブレイクしたところでええー、いを入れればこの辺だけ取れていきますそしてどこで止まるかっていうことなんですけどもまあ頂点を迎えて今度はこのレンジのボックスの上底に達してトレンドの動きが止まるわけですねその時はまたリアルタイム解説でお話しするんですけどもここでは長くなるんで、えー、割愛させてもらいますそして同じようにここでもですね下に着いたら 買いいをを入入れれててててて上についたらセールを入れてのを繰り返して利益が取れていけるってこ,とになりますでこういったのを繰り返して FX の利益を上げてるんですよ。ですので、メカニズムとしては非常に単純なもので、まあ、これ以外で稼ぎのポイントって基本的にないんですよね。だからこの二つ、ボックスかトレンドを扱いきれればもう利益を取れますし、なんだったらボックスだけ、トレンドだけ、どちらかだけ攻略しても利益は取り続けることができます。まあ、あとはね、どのタイミングでどう入ればいいのか。 とか、ロットの調整とか、リスクリワードとかっていうところが出てきますので、その辺がね、えー、やっぱり物事を順序よく進めて組み立てないと頭こんがらがって余計に負けるわっていう話になっちゃうんでね、えー、正確な理解が必要ってことになってますね。えー、それでは今日はですね、FX の講義を軽く5分くらいでまとめてみました。何かのきっかけになれば幸いです。